バイキンマンとアンパンマン、気持ちよさそうだね。アンパンマンとバイキンマンがお風呂に入るのかな。お風呂にはこのビックラ卵、3種類あるんで、この3つ開けて入れてみようね。それじゃあまず1個目からいくよ。何が出るかな。バイキンマンだね。バイキンマンがまず出たよ。2個目。2個目はなんだろうね。これはドキンちゃんだね。バイキンマン、ドキンちゃん、あとはアンパンマンが出るといいんだけどな。3個目はなんだろうね。これはアンパンマンだね。バイキンマン、ドキンちゃん、アンパンマンが出たよ。それじゃあ、はいでいこうね。バイキンマン、ウィンクしてるんだね。今度は、ドキンちゃんか。ドキンちゃんもウインクしてるんだね。アンパンマンだよ。アンパンマンはニコニコしてるんだね。この3個のビックラ卵の中には全部で5種類のアンパンマンの仲間たちが入ってるんだよ。アンパンマン、おむすびマン、ドキンちゃん、食パンマン、コキンちゃん、この5種類どれが入ってるんだろうね。ちょっとやってみようかな。それじゃあ、アンパンマンは、この、アンパンマンを入れるよ。バイキンマンは、やっぱり自分のバイキンマンの顔を入れたいみたいだよ。ドキンちゃんは、誰が入れるのかな？アンパンマンが入れてあげようかな。ここがドキンちゃん、バイキンマン、アンパンマンだったかな？何が入ってるのかな？楽しみだね。お湯をもう少し入れようかな。
このぐらいの方がいいのかな。勢いが良くなってきたね。だいぶ小さくなってきたかな。どのくらいかちょっと見てみようね。だいぶ小さくなってきたね。何が入ってるかちょっと見えたかな。浮かんできたね。まず1個目はドキンちゃんだったよ。これもだいたい浮かんできてるかな。おむすびマンだね。3個目はコキンちゃんだったよ。バイキンマンとアンパンマン、気持ちよさそうだね。アンパンマンのびっくら卵、面白かったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。